友人サイモンウジェ J ヌシモンは、フランスの鳥類学者、クモ類学者である。クモ類やハチドリの研究で知られる。パリで生まれた。医師の息子に生まれ、自然科学に興味を持ち、若い時代にジョルジュ・キュビエの動物の王国を愛読した。16歳のから20年間かけてクモ類の分類学研究を行い、クモ類の自然史を執筆した。その後も、 フランスの雲の執筆を続け、没後も、ルシアン・ベルランや、ルイ・ファージュによって観光が続けられた。フランス国立自然史博物館で働き、多くの最終旅行を行い、博物館の標本を充実させた。シモンが訪れたのは、フランス、イタリア、スペイン、チュニジア、アルジェリアである。インドネシアのマドゥラ島で、タランチュラのポエキロテリアで、記述するなど、 雲類の分類学研究に功績を挙げた。蝶類の研究では、蜂鳥の収集で知られる。フランス昆虫学会の会長を3度務め、1908年には名誉会長となった。1882年には、フランス動物学会の会長も務めた。2007年から国際雲学会で、雲学に長年貢献した人物を検証する諮問章が設けられている。は、 植物の学名で命名者を示す場合に、ウジェヌ諮を示すのに使われる。ありがとうございます。